first keynote speaker, Keiko Toro, who is an independent scholar of everyday Buddhism, whose wish is to share the Jodo Shinshu teachings in a practical and enjoyable way. Please join me in welcoming Keiko Toro. おはようございます。本日は大谷東寿御門主様ご臨席のもと、貴重な機会をいただき光栄に存じます。またこの大変素晴らしい大会の実現に携わってくださった全ての方々に感謝しております。大会への敬意を表現したいと思い、今日は日本の正装である着物で参りました。実はこの着物は私の母の着物なんですね。で、はい、そうなんです。で、母もここに来てくれています。また私には妹と弟がおりまして、妹家族がハワイのモイリホヌガジから4人で来てくれています。先生しないよ。ということで、最初にこの方からご紹介したいと思います。この方は皆様ご存知ですよね。この方は親鸞聖人の奥様の恵真尼様です。父は恵真尼様のことを非常に尊敬しておりまして、初めて生まれた子供が女の子だと知った時に、恵真尼様の絵を一にいただいて、私に恵子と名付けてくれました。そうなんです。父の願いが私の名前の中に込められていると思います。皆様お一人お一人にもお名前がおありになると思いますが、その中にもご両親の願いが込められているのではないでしょうか。さて、私は愛知県岡崎市にある浄土真宗のお寺本宗寺に生まれました。本宗寺は15世紀に本願寺第8代御門主の蓮如上人によって建てられ、そのお孫さん実円様が初代住職です。そして実はこのサンフランシスコというのは私にとって非常にご縁のある場所なんですね。私の初めての海外旅行先です。高校1年生の夏、私は西本願寺が主催する青少年国際研修団に参加することができました。当時15歳の私にとって全ての経験が新鮮で、このカリフォルニアで新しい経験ができた毎日を心から楽しむことができました。私にとってこの北米海峡区 BCAA の初めての海外旅行が私の視野を広げてくれました。日本と世界が浄土真宗のお寺でつながっているんだっていう感覚を15歳の私は持つことができたんですね。その影響はあったかもと思いますが、成長して私は西洋の宗教哲学と浄土真宗を学び、福井にある仁愛大学で主に仏教や浄土真宗を教えました。在職中の2015年から2016年まで1年間海外研修の機会をいただき、アメリカ、カナダ、ヨーロッパにある浄土真宗のお寺を視察している際、このご縁のあったカリフォルニアを再び訪れたのです。その折、
アメリカのお寺のボモントさん、メンバーの方々に仏法の思い出話を伺うこともできました。また世界中を巡る旅を通して、今の地球はインターネットと英語によって密につながっているということを実感しました。そして今後どういう生き方をしたら後悔しない人生を送れるんだろうかと、長い時間をかけ自分自身の心と対話することもできました。その結果、自由に分かりやすく浄土真宗の教えを伝えたいという自分自身の心の声に気づくことができましたそこでかなり考えたのですが、考えた末に2017年3月大学を退職しフリーランスになりました。今日は僧侶でも学者でもない立場で、今私がいただいているお念仏の生き方についてお話ししたいと思います。今回のこの基調講演の内容についてはいろいろと考えました。この世界仏教婦人大会は5つの地域の方がお集まりで、言葉は英語、日本語、ポルトガル語の3カ国語です。しかも大会テーマは立座念仏、お念仏を生きるっていう力強い素晴らしいテーマでした。もう最初はですね、やる気満々で準備を始めたんですが、すぐに行き詰まりました。そもそもですね、言葉も国も文化も違う私たちが共にお念仏を生きるなんて一体どうやったら可能なのかと、あまりの難しさに悶々とする日々の中で家族に相談したんですね。特に母と弟からはいろいろとアドバイスやサポートをもらいました。そういうふうにこう会話している中で、ふと今回の大会地のサンフランシスコに思いを馳せたんです。どんなお話をしたらいいだろうかって思いを馳せましたらね、ある一人の方のお話が思い出されました。その方、おそらくこの BCA ではすごく有名な方だと思います。それは浄土真宗にある、あ、ごめんなさい、パークデーにある浄土真宗センターのファシリティマネージャー、グレーン・アキラ・カメダさん。グレーンさんグレーンさんです。亀田さんがまだ若い頃のお話でした。当時日系アメリカ人の集うお寺で冬の間御法座が開かれていました。お父さんたちが同志をして皆で12代のお経を唱え、交代で法話をされていました。そのお寺へ月に一度連邦仏教会の会教師である角田先生と玉井先生が 4、5 時間もかけて交代でやってきてくれたそうです。その時のことをカメラさんは日本語でこう話してくれました。先生が来てくれるのを子供も大人もみんな楽しみに待ってたよ。優しい先生だったよ。先生のお話は物語が多くて心に響いたんだよ。今も忘れないよ。開教師の先生方の話してくれた仏法の物語がその後の苦しい状況を生き抜く力になったそうです。そのお話を聞いて、お念仏に生きる物語として私の心に浮かんだのは、親鸞聖人の師匠教行信証の中に引用されている弥陀若堂の物語です。こちらがその絵です。これは人間の心の中を描いた一つの比喩なんですね。例え話の話です。わかりますでしょうかね。怒りを表す火の川、これです。怒りを表す火の川と心の中ですよ。欲を表す水の川、欲を表す水の川、そしてその間にあるお念仏の一本道、お念仏の一本道がある。こんな感じで絵をご覧ください。そういうふうな物語なんです。
では今日はこの物語を私自身の人生に重ね合わせながらお話ししたいと思います。ではまずこの絵の物語から始めましょう。物語ですからね、もう女優になった気持ちでやります。西に向かって歩いている。この人が果てしなく広い場所にやってきた時、そこに他に人影はなかった。その時そこへ盗賊や恐ろしい獣、盗賊や恐ろしい獣がたくさん現れ、我先に襲いかかって殺そうとした。なぜならばこの人が一人だったから。そこで旅人は必死の思いで西へ逃げると、突然目の前に2つの大きな川を見た。一つは火の川で南にあり、もう一つは水の川で北にある。その川は深くて底がなく、果てしなく南北に続いている。その中間に一筋の白い道がある。幅は狭く15センチもないほどだった。この道の長さは東の岸から西の岸まで100歩である。その白い道の上にはザーンと水が打ち寄せ、炎はメラメラと吹き上げ、とても渡れそうにない。旅人はこの大河を見てこう思った。西の岸までそう遠くはないが、どうやって渡ることができよう。東に引き返そうと思えば盗賊や恐ろしい獣が迫ってくる。西に向かっていけばおそらくこの水と火の川に落ちるだろう。旅人を恐れおののいた。しかしこう考え直した。私は今引き返しても死ぬ、とどまっても死ぬ、進んでも死ぬ、どうしても死を免れないのなら、むしろこの道をたどって前に進もう。すでにこの道があるのだから必ず渡れるに違いないと、こう思ったとき、東の岸、ここね、東の岸です、東の岸、はい、から人の進める声が聞こえてきた。ためらわずこの道を行きなさい。もしとどまっていたらきっと死ぬだろうと。また西の岸に人がいて、こう呼ぶ声がした。疑いなく安心してまっすぐに行きなさい。私が必ずあなたを守ってあげよう。火の川や水の川に落ちることを恐れなくてよいと。この人はこの2つの声に励まされて、迷うことなくこの道を進んだ。1、2歩行くと東の岸の盗賊が大声で呼んだ。おーい、戻ってこーい、その道は険しくてとても渡れない。私たちはあなたのことを思って言っているんだ。この人はその呼び声を聞いてももはやためらうことなく、道を進んだ。時に水の川に溺れそうになりながら、また時に火の川に焼かれそうになりながら、その度ごとに西と岸からの声に励まされて、ついに西の岸にたどり着いた。そして永久にさまざまな災いを離れ、良き友と会って喜びも楽しみも尽きることはなかったという物語です。この水の川とは、すべてを自分の思い通りにしたいという際限ない人間の欲の心のことです。また火の川とは、自分の思い通りにならないことに対して抱く怒りの心のことです。私たちの欲が満たされないとき、怒りの炎が燃え上がるのです。常にこの水の川と火の川が人間の心の中に渦巻いていて、人間を苦しめている。その2
にある白くて細い道はお念仏の一本道。その道は東の岸であるこの世から西の岸であるお浄土まで長さ100歩、つまり人間の人生100年を表しています。この道を行けという東の岸の励ましの声はお釈迦様の声、まっすぐに来るがよいと西の岸から呼ぶ声はお浄土の阿弥陀様の声を例えたものです。この物語を私自身の体験の中で味わってみたいと思います。と申しますのは、私は子供の頃から気性が激しく、思い通りにならないと腹を立てることがよくありました。腹が立った時はあの人が悪い、この状況がいけないと、いつも原因を外に探していました。また私は欲の深い子供でした。背伸びをして自分を大きく見せようとして、時に無理をし体調を壊すこともありました。心も体も怒りや欲に振り回されていました。しかしそれが私の個人的なことではなかった、程度の差こそあれ人間は皆そうなのかと教えてくださった方が親鸞聖人でした。ですから自分の内なる怒りと欲に気づかされる中でお念仏を生きるこの物語は私の心に響いてきたのです。また人生に行き詰まったところでお釈迦様と阿弥陀様の声を聞くシーンも私の人生と重ね合わせてみたいと思います。その状況の一つが、私が大学教員を辞めるかどうかで悩んでいた時です。現在日本では少子化により地方の私立大学経営は難しい状況にあります。ですから私は教員として授業以外に多くの業務をしなければなりませんでした。このまま定年まで勤めるべきか、それとも一番やりたいことに今チャレンジすべきか、自分の中で長らく葛藤が続きました。恐れを感じて前にも後ろにも行けず、その場所に留まることもできない旅人に私は自分を重ねていました。しかし不安を感じながらも心の声に従いたいと願ってはいました。私の心に恐怖が湧くのは、そもそも私の中に強烈な欲の水の川があるからだ。心の声に従って人生を生きたい、肩書きや経済的安定、世間からの評価も欲しい、あれもこれも全て欲しいと欲の水に溺れている私の心です。まただからこそ思い通りにならない現実に対して怒りの炎が燃えるのです。すべてを自分の思い通りにしたいという強い欲と執着、とらわれが私の苦しみの大元にありました。その私にお釈迦様は、ためらうことなくただあなたの信じた道を行きなさいと勧めてくださったのです。西の岸から呼ぶ阿弥陀様の声を私はこう解釈しました。欲に溺れていると気がついた時、怒りに焼かれていると気がついた時、不安や恐怖に襲われた時、私の名前を呼びなさい。頭に湧いてくるさまざまな思いは一旦脇に置いて、ただ念仏を唱えなさい。念仏を唱えながら今の自分の状態を少し離れた場所から心の目で見てごらん。念仏の中で心の声を信じて、まっすぐにあなたの人生を歩むのだと。私
私はお釈迦様と阿弥陀様の声をこのように受け取りました。実際に大学を退職ししばらくその道を進むとまた盗賊などの声がします。その道は危ないから戻ってこい。私たちはあなたのことを思って言っているんだと。これは自分のした選択が正しかったかどうかと迷い揺れる私の心を表していると思います。しかし今回はもうその声を聞いても振り返らず、まっすぐにこの道を信じて進んでいます。私はこの絵の中にお念仏の道の途中にいる旅人です。その私にこの物語は心の声を信じて歩み続ける勇気を与えてくれます。この二画白道の物語は親鸞聖人が尊敬された中国の禅道大師がご自分の信心の体験を物語のスタイルで表現されたものです。私たちはこの物語を通してお念仏の生き方を味わうことができます。 Would you turn down? Okay, this one. Okay. さて、私がこの二画白道の物語が引用されている教行信証を学んだのは京都大学の大学院の時でした。ところが実際に学んでみてとても難しい御本だということが分かりました。そこで次に私の心に教行信証、親鸞聖人の教行信証が響いてくるまでの物語をお話ししたいと思います。実は親鸞聖人の教行信証はほとんどが仏典の引用文から成り立っています。親鸞聖人自身の言葉は少ないのです。しかもかなりボリュームがあります。もともとが漢文で書かれているため、その現代語訳を読んでも意味がさっぱり分かりませんでした。当時出版されているさまざまな注釈書を読み漁り、あちこちに講義を聞きに行きました。著名な先生方に質問すると知識は増えるのですが難しくてよくわからないという感覚は消えませんでした。どうにも困った私は家から自転車で片道30分かけて西本願寺の朝のお朝寺に通うことにしました。西本願寺では毎朝6時から7時まで何百年も休むことなくお朝寺が務められています。そこでなんと50年間毎朝お朝寺に通っているというとっても笑顔の素敵なあるおばあちゃんに出会いました。当時85歳、青木さんとおっしゃいます。そこでキラキラした笑顔で自分の味わいを嬉しそうに語りかけてくれる青木さんと一緒にそのおわさじに通うようになりました。そのおばあちゃんのおかげで結局半年ほど一緒に通い、体と今のお経もそうですね、体と心を通す聴聞の大切さは分かるようになりました。しかし肝心の教行信証については全く分からずじまいだったのです。そんな風に行き詰まっていた私はたまたま当時ベストセラーだった大平光代さんの「だからあなたも生き抜いて」という本を読みました。その大平さんの司法試験を勉強している時のエピソードに私は目が釘付けになりました。六法全書っていう、ね、司法試験の勉強のための六法全書が難しかったのでテープに録音して繰り返し聞き続けたという記述があったのです。あ、この方法があったかと大喜びしました。浄土真宗では耳で聞くこと聴聞の大切さは繰り返し語られています。しかし私はずっと教行信証を目で読んできたんです。
本だと思うから目で読んできたんです。でも耳で聞いてとは来なかったことにその時初めて気がついたのです。そこで単純な私は椎名書の教養詩集を声に出して音読してテープに吹き込んでみました。約1ヶ月かけて2時間入るテープ6本分11時間半の長さの音読テープが完成しました。そうなんです、最初から最後まで教養詩集全部読むと11時間、約半日かかるんです。それぐらい長いんです。そしてよし、これを耳から聴聞すれば今度はきっと分かるようになるはずと意気込んでそのテープを部屋で流してみました。しかし独特のリズムがあって、その独特のリズムになんか乗り物酔いみたいに酔ってきてしまって、だんだん気分が悪くなってきたんですね、聞いてたら。そこで洗濯物を片付けたりとか掃除機かけたりとか家事をしながらBGM みたいな感じボリュームを小さくして部屋にいるときはとりあえず流し続けてみたんです。すると不思議なんですが、徐々に本当に徐々にその独特の教養詩集のリズムに私の体の方が徐々に合うようになっていったんです。徐々に合うようになっていきました。3ヶ月ほど経つともう違和感を感じなくなっていたんです。そんなある日、焦げついた鍋を壊したんですけど、焦げついた鍋をこうゴシゴシ洗いながら部屋でこう音読テープを聞いていた時にふと気がつきました。今まで気づかなかったけど、教養新書引用文のすべての根底には親鸞聖人の感動があったんだ。親鸞聖人は仏典にある阿弥陀様の言葉をすべてご自分への説法だと聴聞していたんだ。つまり教養新書とは、私親鸞はこのように如来の説法を聞きましたという90年の人生をかけた聴聞の記録だったのだと感じられたのです。気がついてみれば、目でこの本を読んでいた時は私は背伸びをして自分の頭で掴もうとしてました。自分が掴む、理解するんだってしてたんですね。でも教養新書とは、如来からの説法を親鸞聖人がただいただいていた、ただ聞いていた、その内容が書かれてあったことに気がついたのです。方向が全く逆でした。教養新書および仏典を難しくしていたのは、逆方向にこうじゃなくてこうだったのに、この逆方向にアプローチしていた私自身だったのです。ですから頭で仏法について考える前に、まず最初に体と心で文句を聞くことの大切さに気づくことができました。この文法に対する方向転換がお念仏を生きる上での鍵だと思います。外に向けている目を内側に、方向転換が鍵だと思います。人間の目は外向きについていますから、外のことは見えますが自分のことは全く見えません。その外向きの目を反転させて心の内側を見せてくださる鏡がお念仏です。例えば腹が立った時、外向きの目は原因は他人や環境にあると思います。怒りを起こすきっかけの人物はその時々で変わります。しかしお念仏の鏡の前に立って見てみると、この心の中の怒りの火の川の存在に気がつくのです。この怒りや欲、そして真実に目覚めていないことを仏
教の言葉で煩悩と言います。この煩悩とお念仏の構造を絵に描いてみました。こちらです。人間の煩悩を青色で、阿弥陀様の世界を赤色で描いてみました。物語の中で何度も登場した全てを自分の思い通りにしたいというのが全ての人間の本性です。それはまるで囚われの色眼鏡をかけているような状態でしょう。こうあるべきという色眼鏡を通して自分と他人を見ています。その囚われに現実が一致していれば、もっともっとその現実が欲しくなります。そして心が水の川に溺れます。反対に自分の思いに現実が反していると怒りが湧きます。心が火の川に焼かれている状態です。また人間関係で喧嘩争い、Turn off this. Please. So don't look my face. Please stop on the screen all the time. Okay, thank you. 人間関係で喧嘩争いが起きたとき、私の側からすると私が正しく相手が間違っています。しかし相手側からすると相手が正しく私が間違っています。つまり全ての喧嘩は正義と正義の争いなのです。身近なところでは家族や友人、知人の間で起きます。これが大規模になると世界大戦になります。喧嘩や苦しみ、ストレスは人間自身が作り出している。苦しみは現実の中にではなく私たちの心の中にあるのです。そのことに親鸞聖人が気づかれ、その人間全体の性質を悪と呼ばれました。悪、この囚われている状態を悪、この囚われの色眼鏡の状態を悪、ね、というふうに呼ばれたんですね。親鸞聖人のおっしゃるこの悪の意味を理解することが浄土真宗では非常に重要です。それはキリスト教の悪とは違いますし、善の反対の悪という一般的に使われている意味でもありません。苦しみを自ら生み出す全ての人間の性質、全ての人間の性質を親鸞聖人は悪と呼んでいるのです。そのような煩悩いっぱいの人間のことを浄土真宗では煩部と言います。だからこそお念仏によって私たちの悪が命のつながりである徳に転じられるのです。ここ大事なんですね。私たちの悪が命のつながりである徳にお念仏によって転じられるのです。この世では怒りや欲、囚われなどの煩悩が私たちから消え去ることはありません。だからこそ日常生活の中で私たちが内なる煩悩に気がつくとき、その時がお念仏を唱え私たちへの仏法を聞く素晴らしいチャンスの時になるのです。お念仏を唱えながら悪を徳に転じられ、私たちは阿弥陀様と共に今ここで心の声を信じて人生を生きることができるのです。親鸞聖人と恵心尼様はそれぞれの心の声を信じて結婚されました。その結果家族皆が一緒に仏教を生きることができる浄土真宗という新しい仏教のスタイルがこの世に誕生しました。
蓮如上人は、分かりやすいお手紙、御文章という形で、教行信証の要、エッセンスを一般の人々に伝えられました。加えて、各家庭にお仏壇を設置することで、お念仏の鏡の前に立つ場所を作ることを提案されます。そして、毎日お朝事とお遊事をすることで、1日2回お念仏の鏡の前に立つ、そのような生活スタイルを作ることも提案されました。シンプルな実践方法を提案されたことで、浄土真宗は日本全国、そして今世界各地に徐々に広がりつつあります。親鸞上人、恵真尼様、蓮如上人からの流れの中にある今回の世界仏教婦人大会です。ですから、今私が実践している世界のどこでも可能なお念仏を生きる方法の一つを今日はお話ししたいと思います。その実践方法として、私が新しいお朝事スタイルを模索するようになったのは、京都を離れ昔ながらのお朝事が自宅ではできなかったためです。と言いますのは、家にお仏壇はあったんですけれども、隣の部屋の音が聞こえてしまうマンション暮らしですと、朝早くとか夜遅くにお経を読むことができなかったんですね。ですから毎朝お念仏の鏡の前に立てる場所として、早朝のカフェが静かでいいのではないかなというふうに思いつきました。この時間を私は個人的にカフェお朝事と名付けました。もちろんカフェで声に出してお経を読むわけではありません。大学に勤めていた頃のカフェお朝事はこんな感じです。出勤前、たとえ短い時間でもカフェで美味しいコーヒーを飲みながら、その時読みたい仏教書を読み、心に浮かんだことをノートに書く、心の声を聞く時間でもありました。その時読む本は元気がある時とない時で変わります。元気がある時はいろいろな仏教書も読めます。問題は心が乱れている時、元気がない時です。そんな時、私は決まって一冊の本しか読めませんでした。それが鈴木綾子さんの願告知の後でというお念仏の詩集です。私が22歳の時に初めて読んで以来、何百回も読んでいる本です。本当につらい時はこのお念仏の詩が私の心に染み入ってきました。この本の著者は北海道にある浄土真宗のお寺の大森さんでした。その綾子さんが乳がんを患い、治療を受けながらもその時味わっていたお念仏に生かされている実感を4人の子供さんに伝えようとされたのです。その思いを詩の形で残されました。そんな彼女の47年人生最後の詩がいつも私に力をくれました。それは全身にがんが転移し、明中の亡くなる25日前に口で夫に伝え書き取ってもらった詩です。こちらです。ご覧になりますか。念仏は私にただいまの身を納得していただいてゆく力を与えてください。念仏は私にただいまの身を納得していただいてゆく力を与えてください。この詩を読むと、私はいつも力が湧いてきました。特にその時の状況が辛いと感じている時ほど、
この詩に力をもらっていました。今日一日だけただいまの実をいただいていく力をもらっていこう、そう感じて私はこのカフェオアサジを置いていました。自然と意識のスイッチが切り替わっていました。たとえ 2,30 分でもこのカフェオアサジをすると、その後の日中の時間、お念仏を唱えやすく、お念仏に戻りやすくなりました。私はこのカフェオアサジを何年もほぼ毎朝続けています。それは私にとって心地よく阿弥陀様の眼差しを感じる時間だから自然と続くのでしょう。海外を旅している時も、それぞれの土地の素敵なカフェでこのカフェオアサジを続けることができました。しかも Wi-Fi ありますね、 Wi-Fi がつながるカフェでは皆さんスマートフォンを通して京都西本願寺と世界中の方がつながることだって可能なのです。ちなみに私の母も、早朝近所の静かなカフェに通って仏教書を読んでいます。お寺の大森兼僧侶なので、日中お寺の仕事はいくらでもあります。ですから一旦社会的な役割から全て離れて、落ち着いてしばし仏法に浸るこのカフェオアサジが母にとっても至福の時間だということです。もちろんお念仏の鏡の前に立つ方法は人それぞれだと思います。人によって心のスイッチが切り替わる仏教の言葉や本は違うと思います。どんなスタイルでもいいのです。この毎朝お念仏を思い出す時間は、私たちが怒りに焼かれっぱなし、欲に溺れっぱなしの状態に陥るのを防いでくれます。なぜならば人間の集まりである社会全体にとらわれの色眼鏡がかかっているからです。私たち全ての人間に怒りや欲、執着、とらわれなどの煩悩があるからです。その社会の中で生きている私たちはどうしても周りの影響を受けてしまいます。周りの影響を受けてしまいます。だからこそ今日一日は外に見える世界にはとらわれず、視点を内側に向け、お念仏とともに生きよう。一日の始まりである朝にそのことを確認する時間を毎日持つことが大切だと思います。その一日一日の積み重ねが一生を通して仏法を聞き深めていく力を与えてくれるのでしょう。伝統を伝えるというと、時代や国が変わっても全く変わらないスタイルを続けることと捉えがちです。今までずっとそうしてきたのだから同じことを続けようと、これは全ての文化において言えることだと思います。しかし私たちが行っていることの意味を再確認することも大切かもしれません。例えばおわさじで言えば、親鸞聖人、蓮如上人の意図することが明確になれば、時代や地域、またそれぞれの文化やライフスタイルに自然に溶け込む形で変化させることも可能だと思います。時代を超えて世界中でお念仏の生き方を実践したいと心から願うとき、どの地域でも実践できるよう工夫していくことは必要かと思います。このカフェオアサジも世界中でお念仏を生きるための一つの新たな方法かもしれません。もちろん本来のおわさじにおいてお経を皆で一緒に唱えることは素晴らしいことです。先ほどの開会式も素晴らしかったですよね。みんなお経ね、つながってましたよね。素晴らしかったですよね。その声が響き合う中で命のつながりを感じるからです。体と心で感じるからです。このお経の持つ力を
私に再確認させてくれた方が先ほどご紹介した亀田さんでした。若い頃お寺で唱えた12来のお経、昔開教師の先生たちやお父さんたちと一緒に唱えたイメージ、そのイメージや先生のご法話のイメージがいつも亀田さんの心の中にあるそうです。70年以上縁ある人たちの12来の声の響きとともに人生を一緒に旅してきたような気がすると、そのおかげでご自分の仏法の旅路をこんな風に味わえるようになったとおっしゃっています。過去に経験した人生の困難を通してお念仏が少しずつ分かるようになり、私も煩悩を持った煩夫の一人だと感じるようになりました。そして人生経験とお念仏の中でのささやかな目覚めが今私に感謝と喜びの人生を与えてくれていますと。この亀田さんのお話は私に親鸞聖人の人間とお念仏に対する深い理解を思い起こさせてくれます。お念仏の鏡の前に立つ時間を毎朝持つことによって、親鸞聖人は煩悩によって苦しみや争いを生み出してしまう人間存在全体の悪に気づかれました。お念仏の中で人間の本性を知ることで私たちの怒りと恨みが人間存在に対する悲しみに転じられ溶かされていきます。阿弥陀様の知恵と慈悲によって煩悩いっぱいの煩悩である人間に対する阿弥陀様の悲しみを感じるからです。だからこそ、その私たちはお念仏の中でその阿弥陀様と共にある深い感謝と喜びを私たち人間存在への阿弥陀様の悲しみの中で感じることができるのです。これ難しいのでもう一回言いますね。だからこそ私たちはお念仏の中で阿弥陀様と共にある深い感謝と喜びを私たち人間存在への阿弥陀様の深い悲しみの中で感じることができるのです。お念仏の旅人の心から流れる涙を親鸞聖人は悲喜の涙、悲しみと喜びの涙とおっしゃいました。これがお念仏に生きることの深い意味でしょう。そのお念仏を聞く場所はお寺の本堂だけではありません。お念仏の鏡の前に立つ場所、立つ朝の時間を毎日取ることで苦しみやストレスを生み出す私たちの心が阿弥陀様の言葉を聞く最高の本堂になるのです。生活すべて、人生すべてがお念仏を唱え仏法を聞く場所になるのです。それが心の内に皆持っている怒りの火の川と欲の水の川の真っ只中にあるお念仏の白い道を、生涯ずっとお念仏を唱えながら歩み続ける人生だと思います。その中で本当に自分自身が輝く生き方とはどのように生きることなのか、お一人お一人の内なる心の声がその答えを教えてくれることでしょう。それが今大会のテーマ、お念仏に生かされて生きる人生だと今の私はいただいております。今回のこのお話は BCA の世界大会スタッフの方々と家族の手厚いサポートの中で
形にすることができました。また今回3カ国語でこのお話をさせていただくにあたり、アメリカ、ブラジルの開教師の先生方にご協力いただきました。本日の英語の通訳はサンカテオブリスケンプルのヘンリー・アダムス先生がご担当くださいました。そして私の拙い英語の総合を美しく直してくださった方がオレンジ・キャンティ・ブリス・チャーチのマーリン・ハナ先生です。また私の日本語の原稿からポルトガル語への翻訳を担当してくださった方がブラジル・リオデジャネイロ本願寺の土井慶三先生です。世界各地のそれぞれのお寺において地道にそして誠実に浄土真宗の教えを伝えてくださる開教師の先生方のご尽力が現在もそして過去にもありました。その長年にわたる積み重ねのおかげで今このように素晴らしい盛大な世界大会がこのサンフランシスコマリオットホテルで開かれているなと思います。今回のこの参加後のスピーチは最高のチームワークの結果実現することができました。そして今日は3人で一つの声となるようお話しさせていただきました。でも最後は言葉と国を超えたいのです。なぜならば私たちをつなぐナモアミダ仏のお念仏は言葉も国もそして時代も超えているからです。最後にここにお集まりのアメリカ、カナダ、ハワイ、ブラジル、日本の1700名を超える皆様と一緒にお念仏を唱え、その声の響きを感じたいと思います。ただお念仏を唱え、ただお念仏を聞く、今日ここにお集まりのメンバーだからこそできるお念仏の響きを体と心で感じて今回のご縁を結ばせていただきたいと思います。いつもより大きな声で少し長めに共にお念仏申しましょう。よろしいでしょうか。じゃあご本尊に向かっていきましょう。ナマンダブ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 日常生活で心乱れることがあっても、このお念仏の今に戻って、地球上のそれぞれの場所でお念仏に生かされる人生を共に歩んでまいりましょう。ありがとうございました。Muito obrigada and thank you very much.